ハウディ、ジェスターセラです。さあ、情報を一切なしでカンコレに挑み続ける男シリーズ、今回は3日目第3弾、ですね、やっていきましょう。ゲームスタート。提督がチェンジフに着任しました。はい、今日もよろしくお願いいたします。これより艦隊の指揮を取ります。ねえ、いやもうほんとね、情報なしでやってるからね。どうかよろしくお願いいたします。毎度毎度こうワクワクするわけですよね。まずはファクトリーで、さあ前回作ったね、船、何ができてるのか。建造が終了したのです。はい、終了しましたね。じゃあ見てみましょう。じゃあまずはこっちから行きましょうか。なんか一人、え、なんだこれ。一人喜んでる。で、こっちは二人でこう、わーいわーいとしてる。人員がそれだけかかったってことかな。上は材料をすげー量ぶっ込んだ船ですよね。で、下はそこそこぶっ込んである船ってことなんですが、行ってみましょう。はい。下から。何が来るかな、何が来るかな。はい、ドーン。長月だ。駆逐艦と侮るなよ。役に立つはずだ。ほう、これもなんか見たことある気がするな。やっぱカンコレ終了したのです。カンコレ知識なくてもある程度わかるね。見たことあるよね。さあ、じゃあこっちの、やたらこう時間かかったんで、ね、4時間かかったやつ行ってみましょう。はい、ドーン。どうだ。航空母艦総領です。空母機動部隊を編成するなら私もぜひ入れてね。空母ができた。空母ね、いろいろあるんだね。びっくりしたのです。ちょっと見てみましょうか。これでいいのかな、図鑑表示。あ、これか。航空母艦総領です。真珠湾攻撃から始まって初戦の重要な戦いに主力空母の一隻として参加しました。え、何、ミッドウェイ。何それ、美味しいの。うわー、なんか適当だ。空母だから火力はないんだ。あー、なるほどね。どうやって使うのかまだちょっと分かってない感じなので、こいつはしばらく使い方が理解できるまで封印かな。攻撃には使えない感じなんだね。で、さっき手に入れたのは、これですね。駆逐艦の長月。六月型8番艦だ。東南アジア方面の攻略作戦後は、船団護衛を任されていた。ロンバンガル島への揚陸作戦では敵艦の襲撃を受けながら奮戦したよ。なるほどね。なるほどなるほど、わかりました。はいはい。まあとりあえず戻って、じゃあ今日の建造に。司令官さん、その誰かと間違えてないですか。今日の建造に行ってみましょう。そうだな、今までずっとここを、全部均等に入れてきたから、じゃあ今度はちょっと上の2つをこんぐらいぶっ込んでみようかね。防気サイトもまあ100ぐらい入れとく。まあこれぐらいで中型がいけるのかな。はい。で、もう一つは、まあ、例によってね、またこれを残しちゃうと、なんかもったいない気はするんで、マックス。おお。おお、なるほど。これですか？違う、マックスって、あ、ここマックスって叩けるんだ。へえ。あ、違う。まずい。まずいまずい。そうじゃない。補給しないと。補給で、あ、ほらね、こう弾薬をまとめて全部補給して、
と今日の戦闘もあるからね、これはまとめて補給しまして、ちょっと体が軽くなったみたい。はい、でなんだっけ、司令官さん、ここに入れてたのあったよね、誰かと間違えてないですか。勝手に出てきたか、そうか、あーなるほど、時間が経つとここは勝手に出てくるってことなのね、きっとそういうことなのね、なるほど、そう思っとこう。お疲れ様です。で、任務で達成したやつを補給達成しましたね。はい、これを回収して、そうだな、敵艦隊を撃破せよか、この辺を行ければいいのかなと。はい、開発とかもしなきゃいけないんだね。まあとりあえずこんなもんで大丈夫でしょう。戻ってびっくりしたのです。ファクトリーに行きまして、今度こそもう必要ないと思われるんで、マックスぶっ込んでいってちゅうとこだけど、ちょっとチキンなので100ぐらいずつは残しておいてみようかなと思います。はい、まあ、こんな感じでね、建造してみましょう。はい、ドーン。あ、2時間19分もかかる。やっぱあれだね、材料多いと大変なんだねってことだね。よし、じゃあ今日の出撃行ってみましょうか。ね、編成はこのままで大丈夫でしょう。うん、ね。はい、じゃあ出撃行きまーす。出撃。なんだっけ、こっち行ってなんかレベル足んないかなんかでね、割と前回痛い目見ましたんで、レベル上げる意味も込めてこっちちょっと行ってみる？いや、攻めるね。攻めるね、俺は。出撃開始。稲妻の本気を見るのです。うん。攻めちゃうに。羅針盤回すのって。やる気がない。やる気がないよ。どうした？はい、陣形選びますかね。陣形、この風車の陣が一番なんか好きなので、これにしてみましょう。さーて、戦闘ですね。まあ、相変わらず、戦闘を見守るだけなんでね、やることなくて暇ですけども、これ、皆さん、どうしてるんですかね。なんかしながら、見守ってる感じなんでしょうかね。まあ、基本はそういうゲームなんだろうけど、ああ、もういきなり中破された。倍返しよ。なのです。か。見つけたよ。手法で弾幕張ります。レベル足んねえかな。なのです。もうちょっと上げなきゃダメなのかな。あとはね、さすがにちょっと空母の使い方とか情報を入れた方がいいのかなっていう気がしないでもないんだけどね。はい、野戦に突入しましょう。一応ね、まあ、ルールとして、この実況動画のルールとして、もう完全初見で、何の情報も入れないっていうね、縛りプレイを、まあ、ある意味こうしてるわけですから、して、どうしたもんかな。一人大破しちゃってる。大破しちゃってますね。お、何か手に入れたよ。なんだろう。まあ、そんないいもんじゃないとは思うけどね。初雪です。よろしく。ああ、なんかいいもんじゃないっぽいですね。はい。じゃあ母校へ帰りますか。はい。艦隊がお戻りみたいです。まあ、地道にね、レベル上げてこうよ。さっき大破しちゃった子が一人いるんで、まあ、これを入院させまして。私の修理中に艦隊全滅とかやめてよね。はい、で編成でこいつは変更だな。試しに空母入れてみようか。どういうことになるのかわかんないけどね。試しに空母入れて、我が機動艦隊出撃します。で、これでじゃあちょっとレベルの低いところ行ってみますか。ね。
どういう動きがされるのかっていうのが分かんないんで、こっちの方に行って様子を見てみましょうね。はい、出撃でございます。第1艦隊第1水雷戦隊出撃です。こういう使い方で合ってんのかが一切分かんないっていうところがまあポイントかなと。あ、じゃあ使ったことない、これ行ってみようか。横一列ね。これによって何がどう変わってくるのか全く分かんないんだよね。おなんか今まで見たことない動きをした。おお、あ、空母って制空権。あー、なるほど、空母か。そうかそうか、そういうことか。へえ、なるほどね。あ、空爆してくれるんだ。へえ、便利。第一機動艦隊の栄光揺るぎません。あ、これすごい便利だわ。いいな、空母。なるほど、自身に攻撃力ないな、そういうことか。なるほどね、空爆するんだ。はい、回れ回れ、ガチンバン。お、下のボスエリアに行きましたね。よし、じゃあ空母にもう一度頑張ってもらおう。この斜めのやつ行ってみようかな。斜めってる感じで、はい、さあ空母頑張れ。目的開始。あれ、発見できず。これで発見できないとダメなのかな。あ、ぽいね。あれで初手で発見できないと、あれか、空爆ができないってことなのか。あ、もういきなり中破させられましたけど。うん、狙いよし、撃ち方始め。あ、あ、来た来た、空爆空爆。ここは譲れない。魚雷装填です。魚雷戦になって、あ、勝破しましたね。じゃあ、まあ、野戦突入すれば倒せるんじゃねえのと。沈んだ敵もできれば助けたいです。さあ、どうだ、熱中させちゃいます。殺されてえか。勝てるかな。あ、勝てますね、これは。余裕ですね。はい、勝ちました。やった。いやー、空母面白いな。いいな、空母。ちょっとレベル上げていきたいね、今回。今後を見据えてね。よしよしよし、いいぞ。じゃあしばらくこのエリア1をやり続けることで、一旦空母のレベルを曲げていこうと思います、僕はね。そうします。駆逐艦オーシロです。小さな体に大きな魚雷、お任せください。はい、というわけで、また見たことない子が出てきたところで、とりあえず今日のところはこんなもんかな。空母の使い方、まあまだ分かってないところも大半だけどね、全体の1割も分かってないけど、なんか空母を気に入りましたので、一旦この僕の初めての空母を育てます。で、ちょっと収録しないでプレイし続ける、まあ、何でしょう、ありの課長的なところで言うところの、夢の時間が、ドリームタイムが訪れますんで、もうちょっとね、ストーリーは先には進めないで、ここをちょっと空母を育てるべく強くしていこうと思いますので、次回第4回ですか、の時には、まあ、もうちょっとレベルが育った僕の艦隊を、ね、見せることができるかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ジェスターセラでした。さよなら。